どうも、ナスケです。今回は僕の好きな小説、とある魔術の金賞目録、とある魔術のインデックスの小説第3巻について、あらすじと見どころを紹介していきたいなっていうふうに思います。いやー、僕ちょっとね、アニメとか全然追っかけてなくて、 もう最近大人になってからまあすごい有名なタイトルだから面白いのかなーっていう風に思って読み始めたらめっちゃ面白かったんですよねで小説の第3巻も、まあ、またもう全然飽きないめちゃくちゃ面白いんでその内容についてお話していきたいなという風に思いますまあジャンルで言ったら異能力バトルなんですよねそうなんか超能力者だったりとか魔法使いだったりとかの,、まあ、あの入り乱れる世界で主人公の高校生上條斗真くんはなぜかその超能力とか魔法とかを全て打ち消せる右腕を持ってるんですよねで 彼はなんでそんな右腕に生まれているのか自分でも理解できないしその、まあ、学園都市っていうその科学技術が発達した、まあ、首都の、まあ、その国の日本の,そのなんか、えー、と首都の3分の1ぐらいを使った学生たちが人口の9割ぐらいを占める230万人ぐらい学生がいるようなあの都市の中であの、まあ、なんか要塞みたいに周りが壁で囲まれた都市の中で生活している高校生の上條斗真君はなぜかそんな腕を持っていてでなんかそんな腕を持っているからなのかいろんな。 ななんかめんかどくくさいいいことに巻き込まれていくってっう,うな話でですけどでその小説の第3巻はこれまでそのインデックスちゃんだったりとかなんかみこさんの、えー、と愛さちゃんだったりとかいろんなことを仲良くなったというかそういう子を助けてきたわけなんですけど第3巻は「まあそのとある科学のレールガン」っていう多分スピンオフの作品の主人公にもなっているそしてこれまでの作品でもちょくちょく出てきたあみことちゃんにがメインヒロインの話なんですよね。でそのちゃんは この学園都市230万人ぐらいの学生の中で、まあ、大抵の人たちがレベル1もしくはレベル0っていう、まあ、あの、ボンブというか平凡な能力、超能力者で、脳みそをいじくられて超能力者になったとしても、レベル1とかって、せいぜいめちゃくちゃ全力で、なんか、あの、2キロぐらい全力疾走したのと同じぐらい力を込めて、スプーンをちょびっと曲げるだったりとか、指先からちょびっと炎が出る程度の超能力しか使えないんですよね。だったら自分でスプーン、あの、手で曲げたりとか、あの、マッチ使ったりライター使ったりした方がいいじゃないですか。っていうような、 脳みそをいじくって超能力者に目覚めさせたとしても大抵の人間はあのそれって別になくても差し支えないよね程度の能力にしか目覚められないですよねただみことちゃんはその230万人いる生徒のうちの,あの数少ない7人しかいないレベル5の1人なんですよね最高戦力というかあの、まあ、ものすごい高い能力者のうちの1人なんですよねであの 斗真、まあ、君に対して斗真君に、まあ、電撃を操る力を持ってるわけなんですけどその電撃、まあまあ今まで敵なしだったわけなんですけど斗真君の右手で何回も遮られてそのあんた何なのよっていうふうに初めて斗真君がそのまあみことちゃんが敗北,敗北を喫した相手が斗真君なわけなんですよね。ということでなんかトーマ真君を見つけるたびになんか突っかかってきたり勝負をあの挑んできたりとかしてたみことちゃんなんですけどまあそのみことちゃんにフォーカスが当てられたお話なんですよね。で、まあ あの、ちょっとさっきフライングでいろいろマインドマップせっかく作った内容をお話ししちゃったんですけど、一応読んでいきますね。200万人以上の生徒を有する学園として、その中でも超能力者のレベル5っていうのはたった7人だけなんですよね。で、女子中学生のみことちゃんは、レベル5のうちの一人なわけなんですよね。で、電撃を操って、もう自分にかなう敵はいないっていうふうに思ってたわけ、そうそういないっていうふうに思ってたわけなんですけど、まあ、とうまくんに勝てないわけなんですよね。だから、ことあることに今まで突っかかっていたわけなんですけど、で、 トーマくんはその1ヶ月前に夏休みが始まったときインデックスちゃんをめぐる激しい戦いで記憶喪失になってるわけなんですよねでまあ記憶喪失になっているっていうことをインデックスちゃんにばれたらそのインデックスちゃんからしたら自分のせいでトーマが傷ついてなおかつ記憶をなくしたっていう風に自分を責めてしまうからトーマくんは自分の記憶をなくしたことを周りにずっとひた隠しにして、まあ、この23週間ぐらい過ごしていたわけなんですよねでミコトちゃんにもつっかから会えるけどあのなんかトーマくんからしたらえこ,こんな電撃を放つ超危険な少女 と昔の俺はきあの友達だったのかとか関わりがあったのかって昔の俺大丈夫かっていう,ふうにななるわけなんですよねあ、まあ、あのこれまでの小説とかでもそのステイルっていうあの炎の魔法を使う身長2メートルぐらいある中学生ぐらいの年齢で赤い髪で顔にタトゥーをしてタバコを吸っているあのとんでもないやつが敵だったけど第2巻では味方というか、まあ、あのインデックスちゃんを助けるため目的が一致してあの、まあ、一時的に協力関係を結んでいたみたいな。であの まあ、2巻の冒頭とかでも「何ヘラヘラ笑ってんだぶっ殺すぞ」っていう風に。 あの、野沢雅子さんみたいなのが、野沢まさんさんじゃないか。あの、野沢雅子さんの物真似をする、あの、アイデンティティさんが、あの、悟空の声をしながら、ぶっ殺すとって言ってるのか。その話はさておき、その、何お前ヘラヘラ笑ってんだ、ぶっ殺すぞっていうふうに言いながら、とうまくんに炎の剣を突き立ててきたこともあるわけなんですよね。で、こんな頭おかしいやつと、昔の俺は友達、あの、なんか知り合いだったのかっていうふうに、第2巻でも戦々恐々としていたわけなんですけど、そして、小説の第3巻の当初でも、冒頭でも、そうなんか、あの、 自販機でジュースを出そうとしてたら、その自販機壊れてるわよ。こうやったら、こうやって出したらいいのよっていう風に、その、みことちゃんの電気の力で自販機をぶっ壊して、大量に、あの、まあ、犯罪なんですけど、缶ジュースをボコボコボコっていう風に出してきたわけなんですよね。で、もちろん自転車、自転車には自販機の警報も鳴って、で、急いで、トーマークが逃げるわけなんですけど、もうめちゃくちゃやばいやつおるやんっていう風になるわけなんですよね。で、このめちゃくちゃやばいやつと、昔のある友達だったのか、知り合いだったのかっていう風になるわけなんですけど、で、まあ、 美琴ちゃんはもちろんそのトーマく君が記憶をなくしてるなんてこと知らないからあんたなんか変ねみたいなふうになるわけなんですよね。でそんなふうに会話をしてたら「お前なんかそんなことやめるよ」って「あの捕まるぞ」というかあ「人間としてどうなんだ」みたいな話すわけなんですけどそんな中まあみことちゃんに対して「あらお姉様、ま」みたいなふうに。 あの、声をかけてくる別の女子中学生が現れるわけなんですよね。みことちゃんよりも一回り小さい女の子を話しかけてくるわけなんですけど、なんかツイントリルっていう風に言ったのか、言ったらいいのかなツインテールで、なんか両方とも髪を巻いてる感じの、あの、え白井黒子ちゃんだったかななんとかですわよ、みたいな感じの,あの話し方をしている、あの、まあ、みことちゃんのことを敬愛している妹分のことを、そしてみことちゃんそっくりのゴーグルをかけためちゃくちゃ無口で無表情な、あの、 症状が現れるわけなんですよ、ね、でなんか「みことちゃんそっくりの妹えお前妹いんの?」っていうふうになるわけなんですけどでいや妹にしてもなんか身長とか体格とか顔ももう,もうなんかコピペしたかのようにそっくりだといくら兄弟とかそとか双子だったとしてもその生活環境例えば当たり前だけど同じ双子でも毎日運動して健康的なものを食べたり果物を食べたりとか睡眠時間を確保しているあの片割れとあの ポ,ポテトばっかり食べて運動もしない一日中ゲームやってた睡眠不足みたいな人だったら見た目違うじゃないですかけどみことちゃんと妹のみかさちゃんは見た目そっくりなわけなんですよねでなんか無表情で淡々とした話し方で表情豊かなみことちゃんとはまた対比が効いてるというかなんかこんなに見た目がそっくりなのにな内面がこんなに違うものなのかっていうふうにともくんすごい動揺するわけなんですよねで、まあ、そんな中 みことちゃんたちと別れてとうまくんはそのま,まあの大量のみことちゃんがあの自販機から出してくれた大量の缶ジュースを抱えてあのインデックスちゃんとそして愛サちゃんが自分を待っている男子寮に帰るわけなんですよね男子寮に女の子2人連れ込んで生活してんじゃねえよって感じなんですけどとうまくんからしたら、まあ、学生だからその生活費カツカツで2人とそしてスフィンクスっていう野良猫と、まあ、3人と1匹で生活しているような状況なんですよね。 であのトーマくんは急いでインデックスちゃんたちがところにあ待つところに帰ったわけなんですけどであのその野良猫のスフィンクスをあの飼い始めたはいいものの知識とかインデックスちゃん全然ないから部屋に飲みがたくさんいるみたいなんですよね。でインデックスちゃ,んち,ちゃんたちがそのスフィンクスを連れてたまらず部屋の外そのドアのところで退避してて「え嘘だろう」と「俺の家の中飲みだらけになってるの勘弁してくれ」みたいなふうになって,て。 でもう両手噛んで塞がってるしどうしようかなというふうに悩んでたらみことちゃんの妹の美かちゃんが「どうしたのですか?」っていうふうになんか話しかけてくれるというかまた会うわけなんですよね「うわお前ついてきて,ついてきてたのか?」っていうふうになるわけなんですけど「いやたまたま通りかかっただけです」っていうふうになるわけなんですよね。でその飲みがいるんだったらあのまあ、こ,こうやって取ればいいんですっていうふうにそのスフィンクス野良猫に手を近づけて美かちゃんの電撃の力で。 猫猫にににはダメージを与えずに猫の周りにすく飲みだけ焼き肌ったんですよねバチバチっていう風に。でこれからはその猫の飲み取りみたいなやつをホームセンターとかで購入したらいいと思われますよっていう風に言って去っていくわけなんですよね。おありがとうっていう風になるわけなんですけど。でまあそれから後日翌日ぐらいかな斗真くんはその夏休みの補習を受けていたわけなんですけどもうこの3巻の時点で8月20日ぐらいとかなんですよね。で7月20日から夏休み入ってたはずなんですけど。 その夏休みに入った途端にインデックスちゃんと出会ってそしていろいろあってで怪我して入院してで目が覚めてでまた1週間ぐらい生活してあのステイリくんと一緒に三沢塾っていう塾に乗り込んで愛沙ちゃんを助けに行ってでまた死にかけの怪我を負って病院に行ってみたいなことで補習に全然行けてなかったから他の補習メンバーとか特にあのこなさなきゃいけない夏休みの補習のカリキュラムは消化してるけど斗ーくんだけ1人あの8月終盤なのに。 あの学校にに補修に行ってるわけなんですよねでその補修の帰り道またミコとちゃんと出会うわけなんですよね。で雑談してたらその学園都市では、まあ、ニュースを流す広告塔みたいなその都市部とかだったらあのなんだろうディスプレイみたいなところででっかいあのディスプレイみたいなところでなんかニュースとか流れてるんですよね僕田舎出身なので分かんないですけどあのそ,そのまあなんかディスプレイに流れるニュース的な感覚で学園都市の中をその気球が ディスプレイをつけて巨大なディスプレイをつけてあのニ,ュースニュース情報を放送しながら街中をずっと浮遊してるわけなんですよねそれでなんかあのこういう研究がとかみたいなそういうなんかニュースが流れるわけなんですよね近日ストロフィーが何かなんとかみたいな近日ストロフィーってんか筋肉がどんどん萎縮していく病気みたいな感じなんですけどそれに関する研究をしている学園都市のどこどこ研究機関がこういう成果を出しましたみたいなあの成果とかあの情報とかをあの気球から放送していてみことちゃんが私 あの気球嫌いなんだよねってあのニュース嫌いなんだよねっていうふうにボソっと言うわけなんですよね。えそれでどういう意味っていうふうになるわけなんですけど雑談している中でその学園都市っていうのはその幼稚園児から大学生までさまざまな学生がその学園都市内を占めるわけなんですよ。で学生たちがもう自分たちで切磋琢磨していろんなその科学技術の随を集めて日頃研究しまくってるわけなんですよね。そのおかげであの その他の世界他の世界というかその学園都市の外よりも科学技術が20年ぐらいいい進んんでいるっていう設定なんですよね学生たちがもうあのめちゃくちゃ研究してその内容を実証実験という形で学園都市の中にど,どんどんその送り出していってるから例えばそのトーマくんたちの寮の,その外側の、まあ、廊下とか階段とかの汚れを自動で清掃してくれるドローンみたいなドラム缶みたいなドローンが。 ドローンというか、まあ、縦長のルンバみたいなやつがその寮の中を散策してたりとかでこの小説自体が2003年とかに出てるわけなんですよねで今僕20年越しに読んでるわけなんですけどあながちその20年この作品の中で科学技術が20年ぐらい進んでいるっていうふうに2003年時点で言っているのはなんかあながちその20年後の未来として間違いじゃないようなぐらい科学技術 が現実世界でも進んでもんいるからなんかこの作者さんすごいなっていうふうに僕思っちゃうんですけどそんな話はさておきこの学学園都市内は科学技術が結構進んでるわけなんですよねでその進んだ科学技術のテクノロジーの一環としてその1ヶ月ぐらい先まで天気予報をめちゃくちゃ高い精度で予測可能なスーパーコンピューターツリーダイアグラムっていうプログラムがこの学園都市内にはいるらしいんですよね。 で、ただまあ本当はその天気予報だけじゃなくていろんな物事を予測できるんだからまああの思考実験のラプラスの悪魔じゃないけどラプラスの悪魔って僕別の動画とかでも解説してるんですけどなんか昔の現実世界の数学者とかがそのめちゃくちゃ賢いコンピューターを作ったらその まあなんか何時何分にどこの地域で雨が降るとかめちゃくちゃ正確なこととか例えば宝くじでどれが当たるかとかもでさえもそしてこの人間がこういう行動をとって10年後どこで何をしているのかとかどういう一生を歩むのかとかすらあの予測できるんじゃないのかっていうようなそのラプラスの悪魔っていうような思考実験というか理論があったんですけどまあそれは現在の研究だと覆っているというか実証不可能だよねっていうふうになっているわけなんですけどまあそんなラプラスの悪魔じゃないけど。 そんな超高機能な演算処理能力を持つコンピューターがあるんだったら天気予報だけじゃなくてそうなんか犯罪者を割り出したりとか,なんかマッドサイエンティストの研究だったりとかに生かさなんか使われてる可能性があの高いってうなのよねっていうふうに美琴ちゃんが当幕ーーにボソッと言うわけなんですよね。でまああのもう完全に余談なんですけど、まあ、現実世界で現代ではスーパーコンピューターよりもあの量子コンピューターの方が注目されてるわけなんですけど、まあ、その話はさておき まあ、トーマくんは美琴ちゃんと雑談した後今度はまたそのゴーグルをかけたミコちゃんの妹のウリ二つの見た目をしているミカサちゃんと出会うわけなんですよねでミカサちゃんはその段ボールにそのなんか野良猫がニャーっていう風に言ってるところの前にうずくまっていてあのその野良猫に対してなんか餌みたいなのあげようとしてるけど猫ちゃんが怖がって近づかないわけなんですよねで「ようお前また会ったな」っていう風にこの前はそのなんかうちの猫とインデックスたちのことありがとうなっていう風に言って何してるんだっていう風に言うわけなんですよね ミカサちゃんはミコトちゃんと同じように電気を操る超能力を持っててその体から微細な電磁波が出てるわけなんですよ。ね。まあ、僕たち人間ももともと微細な電磁波出てるけどミカサちゃんとかミコトちゃんとかは電気を操る超能力者だからその出力が僕たち常人よりもはるかに大きいわけなんですよね。で動物の大六感的なそのまあ危険予知的な感じでなんか。 メカサちゃんから大量の電磁波が出ているからなんか危ないんじゃないか危険なんじゃないのかっていうふうに身震いしてしまうというか警戒して子猫は段ボールの中にいるけどメカサちゃんに警戒してメカサちゃんが差し出す餌を食べないわけなんですよね。でまああの斗く君がなあ餌あげたいけど嫌われてるのかみたいなふうに言ってちょっとからかうわけなんですけどじゃあ,あのとりあえず飼、まあ、いたいなら飼おうぜっていうふうにその猫を抱えて。 2人でその猫の飼い方とか知らないからちょっと古本屋とかに行って猫の飼い方の本を探そうっていうふうになるわけなんですよねただまあ猫を連れたままその本屋の中に入るわけにもいかないからミカサちゃんに「俺ちょっと本買ってくるからあのこの子見ててくれ」っていうふうにミカサちゃんの腕にその猫を置いてあげるわけなんですよねで猫もそのミカサちゃんにちょっと怯えてたわけなんですけどあの優しく抱きしめてくれるミカサちゃんに対してちょっと落ち着くわけなんですよねでまあ あのトーマくんはそういうそのミカサちゃんが猫を触りたがっていたけれど触れなかったとか猫が怖がっていたっていうのをトーマくんがワンクッションをトーマくんが優しく抱いてあの猫ちゃんの警戒心を解いてあげてその後あのミカサちゃんに渡すことによってミカサちゃんがな撫でたかった猫を渡してあげることができるわけなんですよねで猫の本を探してで購入して外に出ようというふうに思ってるわけなんですけどその短い間にトラブルが発生するわけなんですよねで みことちゃんとトーマくんとミカサちゃんが出会った時になんかサちゃんは妹のみカサちゃんミちゃんは妹のカサに対してなんか冷たい態度をとってたわけなんですよねあんたまだこんなところにいたのみたいな。でトーマくんはなんか複雑な家庭の事情でもあるのかなっていうふうに思って詮索しなかったわけなんですけどその複雑な事情っていうのがトーマくんの知らないところでこの学園都市の上層部たちに利用されてとんでもない計画が動いてるわけなんですけど。 というのもミカスちゃんはその子猫を抱いたままなんかあの上条斗真という人間は変な人間なのです変な人なのですこんなあの1日2日しか知り合ってないような私にここまで親切にするなんて変な人間なのですみたいなふうに思いながら猫を撫でてたわけなんですよねだったらその普通に街中っすよ本屋っすよ本屋の前の路地とかであのまあ2二3 0メートル先にその黒い服なんですけどめちゃくちゃ真っ白い髪と真っ白い肌の 中学生ぐらいの少年が「似た」っていう顔して「見つけた」っていうような感じであの三笠ちゃんと目が合うわけなんですよねでその少年はまっすぐ仁王立ちみたいな堂々とした格好で三笠ちゃんの元に近づき始めるわけなんですよねで三笠ちゃんはまずいっていうふうに思ってその猫を置いてその路地裏に逃げるわけなんですよねそして実弾の入った銃を用意して路地裏で。 その不気味な笑みを浮かべた少年にあのすぐにバババババンっていう風に発砲するわけなんですよね。ただしその銃弾はその少年に当たったはずなのに何にもダメージがない上にミカサちゃんに銃弾が跳ね返ってきてあの、まあ、肩を貫かれたりとかその銃弾があっさりとその銃口に跳ね返ってきて砕けたりとかするわけなんですよね。でもちろん血まみれになるわけなんですよ。でその少年が。 お,いおいなんだその逃げ腰は腰振り上がって誘ってやがんのかみたいな風になるわけなんですよねで一瞬でそのミカサちゃんと距離を詰めてであのしかもミカサちゃんは雷をく繰り出すわけなんですけど雷でさえその少年には聞かずにしかも跳ね返って雷が跳ね返ってですよ雷が跳ね返ってミカサちゃんが自分で喰らうわけなんですよねでもう完全に動けなくなってる状態でその少年があの ち自分の跳ね返った銃弾でねであのその傷口に指をズボっていうふうに少年が突っ込むわけなんですよねもちろん痛いっすよねうっっていうふうにミカサちゃんになるわけなんですけどその少年の名は一方通行っていうふうに書いてアクセラレーターっていう名前なんですよねなんかインデックスちゃんも金書目録って書いてインデックスっていうふうに読んだりとかなんか変な名前の人たちが多い世界観なんですけどでその理由僕まだ知らないですけどでそのアクセラレーターくんはなんか ミカサちゃんとかミコトちゃんみたいには電気を操る能力を持ってるわけなんですけどアクセラレーター君はベクトルを操る能力を持っててまあベクトルって向きとか方向って意味なんですけどであのまあ最初は僕反射リフレクトの反射かなっていう鏡みたいな能力かなっていうふうに思ったんですけど、まあ、似てるけど俺の本質はそうじゃねえっていうふうに言うわけなんですよねアクセラレーター君が。 で俺の能力はベクトルだと運動量とか熱量とか電気量とかありとあらゆるものの方向を操ることができるんだでデフォルト設定でその、まあ、自分に何か攻撃が来たらそれは全部は反射するように設定してあるとだからあの五,条五条悟さんの無限術式を常に発動しているのと同じような状況なんですよねあの五条悟さんも何か攻撃が来たら自分にく近づけば近づくほどどんどん遅くなってあの当たらないじゃないですかみたいな感じで。 アクセラレーターくんも自分に何か攻撃が来たら跳ね返すんですよね。で、あの、まあ、ちょっと僕省いちゃったんですけど、そもそも今回の第3巻の冒頭で、なんか、ミカサちゃんと似た別の少女が、アクセラレーターくんをあの夜背後から狙って、めちゃくちゃ遠距離でスナイパーライフルバーンっていう風に言ったけど、一瞬でその弾が跳ね返ってきて、帰り討ちにあう、殺されちゃうみたいなシーンがあるんですよね。っていう風に、アクセラレーターくんは、 ちょ、それどうやって勝つのみたいなそ、そいつどうやって倒すのみたいな、でたらめな能力を持ってるわけなんですよね。だから、不意打ちも効かないわけなんですよ。その、まあ、意識外から攻撃を食らわしても、デフォルトで反射に設定してるから、どんなに強烈な攻撃も、その強烈な攻撃がそのまま自分に返ってきちゃうわけなんですよね。で、まあ、ミカサちゃんの傷口に指を突っ込んで、血液の向きを逆向きにさせたらどうなると思うみたいなふうに言うわけなんですよね。で、 トーマ君に視点が映るんですけどトーマ君が書店から出るとミカサちゃんんがいないななわけなんですよねあれあいつどこ行ったんだって猫もいないわけなんですよでなんか気づいたら路地裏の手前ぐらいでミカサちゃんが履いてたその品のよさそうなあのお嬢様学校の靴が一足だけ片方だけ落ちてるわけなんですよねでその路地裏をあの歩いていくとミカサちゃんの血液を逆流させられるともう体中が内部から破裂するわけなんですよね でなんらあのその自分その三笠ちゃんそのまあ本来はあの化粧しなくても可愛らしいようなあの美人な女の子なんですけどもう,もう全身から全身がそのなんか血だるまになっていてなんか小腸とかも飛び出ているっていうぐらいいたたまれないような状況になってるとともかうえ!」っていうふうになってしまうわけなんですよね。あまりの惨状であの気が動転して 冷静さを止まってなくなっててなななくるわけなんですよねアクセラレーター君はもうすでにその場にいないわけなんですけど急いで警察をロジルから出て警察を呼ぶわけなんですよね。で15分ぐらい経って警察が来て「あの俺何もできなかった」っていうふうになるわけなんですけどトーマ君はそのあ、まあ、警察の人たちが「いや、まあ、その状況だと」 よあの連絡しただけでも十分だと思うよってで今から現場検証でその場所に行くけど君ももう一回見に来るかいそれともやめるかいってあのしんどいと思うから来なくていいよっていうふうに警察は言うわけなんですけどいや見に行きます俺もっていうふうに言って行ったんですよねでそのさっきまで三笠ちゃんが死んでた場所に行ったわけなんですけど死体がおろかその大量にその壁とかに地面とかにへばりついてた血液すら血液の跡すら残ってないわけなんですよねで トーマ君は,はっていうふうになるわけなんですよ。あれが幻なわけないって。あの死体はどこ行ったあの地の跡はっていうふうになるわけなんですけど警察は本当に死体があったのかいっていうふうに斗真君がいたずら電話をしたっていうふうに信用してないわけなんですよね。いやそんなはずないっていうふうになりながら斗真君は逃げ出すわけなんですけどで警察もどうせいたずら電話だろうっていうふうに思って斗真君のこと追いかけないわけなんですけどその路地裏の奥深くをもっと歩いていくと。 ミカサミカサはじゃあどこに行ったんだあの落ちてた靴はなんだっていうふうに思って歩いていくと、うん、あの信じられないことにそのミカサちゃんさっき死んだはずなんですけどミカサちゃんと同じようにミコトちゃんとそっくりでゴーグルをかけた女の子が何十人もそこにいたわけなんですよね。でそのうちの一人はなんか人が入るぐらいのビニあのまあブルーシートを抱えていて。 でそのブルーシートからはミカサちゃんの頭皮というか頭が見えてたわけなんですよね。これはどういうこと,だというふうになるわけなんですよ。でミカサちゃんはバレてしまいましたかというふうに言うわけなんですけど私たちはミコトのクローンですと。であの軍事利用としてミコトを量産されてをクローンとして。 あの大量に作られた私たちはシス,シスターズって言います。っていう風に言うわけなんですよね。で、私たちは使い捨てのクローンのあの存在、あの使い捨ての存在のクローンです。っていう風に言うわけなんですよね。で、あの。まあな、あのクローンとしていろそのなんか戦闘実験とかを街中で行っていてでまあ、大事にならないように。 この使い捨てのミカサーたちが死んだら他のシスターズが素早く回収して死体の跡とかを抹消してるのですっていうふうに言うわけなんですよねであなたにはご迷惑をおかけしましたとで私たちはこのゴーグルを通じて記憶を共有していますとあなたのことも存じ上げていますとあのこれ以上は踏み込んだらあなたの命も関わるので今回のことはおれえくださいみたいなふうに言ってシスターズたちは後を去るわけなんですよねでトーマ君はないやそんな 忘れてくださいっていうふうに言われて忘れられるわけねえだろ見過ごせるわけねえだろというかあのみことはそんな自分のクローンを作ってそのクローンたちが人権もクソもないそんな残酷に殺されるっていうことを了承した上でクローン作らせていたのかこんな残酷なことを許容していたのかっていうふうになるわけなんですよね。で皆さんも いやーちょっとクローン問題とか難しい問題ですけども確実に人類がこ、まあ、近々直面する問題だと思いますよねそのスケットダンスの作者の方が書いた「カナタのアストラ」みたいなのも主人公たちがあの、まあ、有名人たちのクローンっていうことが終盤に明かされる話なんですけどその、まあ、確かにそのなんか自分の大事な人が難病になりましただから助けるためにその人のクローンを作って臓器移植するみたいなのはあの、まあ、肉親とか関係者とかだったら是非したいっていうふうに思うかもしれないけどもし僕たちが仮にクローンとして生まれてきたらですよ お前は使い捨ての存在だお前は殺されるためにあるもんだっていうふうに言われたらどう思いますめっちゃ嫌じゃじで,すかであのまあそしてさらに皆さんの,あの例えば細胞をあの採取してクローンを作りますとでそのクローンをあの例えばあのなんか残,残酷なあ,あなたのクローンあなたとうり二つの存在をあの切り刻んだりとかストレス発散のサンドバッグにしたりとか天竜人の奴隷みたいにするとか。 な女性だったらなんか性奴隷にする愛玩動物にするみたいなあのっていう風に自分とそっくりな存在がそういう風にされてたら嫌じゃないですかでみことちゃんはそんなことしてたのかっていう風にとうまく思うわけなんですよねまあとにかくほっぽっておけないわけなんですよで今回のなんでそのアクセラレーターくんがみかさちゃんにそんなひどいことするのかっていうとみかさちゃんかみカサちゃんとみことちゃんがあのごちゃになりやすくなるんですけどすいませんあのアクセラレータータ君も ちゃんと同じレベル5の能力者なんですよねならレベル5の中でも学園都市最強で唯一レベル6になる可能性のある存在なわけなんですよね。でまあそのアクセラレーター君のベクトルっていう能力はその熱量とかエネルギーとかだけじゃなくて電気だって操れるわけなんですよね。来たものを全部方向を変えることができるわけなんですよ。だから みことちゃんもアクセラレーター君と同じレベル5だけどみことちゃんが電気を放ったら反射されて終わりなわけなんですよね自分に跳ね返されてあのただただ一方的に虐殺されるわけなんですよねだから同じレベル5でも実力には運泥の差があるわけなんですよ。あの両面クナと、まあ、ジュース回戦の話なんですけど両面クナとあのなんか、えー、と物語のコミックスの一巻ぐらいで出てきたあの少年院で出てきた特級呪物が同じと特級呪物じゃないけど特級呪霊か。 宿儺の,の指を取り込んだジュレイと宿儺があの「俺とお前が同列だぞ俺とお前みたいなゴミがだぞ」みたいな風にに宿儺が言ってたじゃないですかみたいな風に同じランクだけど実力が全然違うわけなんですよねでまあそのアクセラレーターは唯一レベル6に進化する可能性があるわけなんですよだからその学園都市も上層部とかもそのなんかいろんなその科学技術とかを集めてなんとかアクセラレーターより上位の存在に進化させたいわけなんですよねで まあその高性能なスーパーコンピューターであるツリーダイアグラムの計算によればあのミカサちゃんあミ,ミコトちゃんがあの 120, 120人ぐらいいてそいつらをあのアクセラレーターくんが殺したら多分レベル6になれるだろうっていうふうに計算してるけどもちろんだけどミコトちゃんは みことちゃんという人間は130人も用意できないじゃないですか。じゃあどうしたらいいのかというとみことちゃんよりもあの能力が劣る介護官のミカサちゃん、シスターズたちを、まあ、2万人殺したらアクセラレーターはレベル6になれるだろうっていうような研究結果をスリーダイアグラムしてるわけなんですよね。ということでみことちゃんのクローンを2万人戦わせてアクセラレーターをアクセラレーター君を進化させようっていう計画を学園都市が全面的にバックアップして トーマの知らないところでずっとあのそういう残虐な実験が繰り返されていたってわけなんですよねでトうまくんはまずはミコトに話を聞きに行こうっていうふうにみことちゃんの女子寮にも夜だけで向かうわけなんですよね <laughs> あのまあてか今まで別にそんな女子楼にみことちゃんの部屋にいたこともないわけなんですよけどもうなんかいろいろツッコミどころはあるけどまあとくんとしてはあのも,うもうこの目の前のことを見,過ごす見過ごせないわけなんですよ放っておけないわけなんですよねで みことちゃんはなんか外出中だったわけなんですけどなんかピンポーンっていう風にインターホンをしたらあの、まあ、先日ちらっと会ったみことちゃんの妹分のクロコちゃんが「あの私おあの同じ部屋でしてよ」って「あのお姉さまはいないけど部屋に入っていいわよ」っていう風に言って通してくれるわけなんですよね。で、まあ、あのなんか話をちょっとしようっていう風に思ったのもつかむのはそのなんま両母さんがやってきて。 あの飯の時間だよっていう風に言いに来るわけなんですよね。でも女子寮のところに斗ーくんがいたら色々と問題があるのでクロコちゃんは早くこの下に隠れてっていう風にベッドの下に押し込まれるわけなんですよね。あの美琴ちゃんの。でそのベッドの下埃まみれのところになんか巨大なぬいぐるみとそのぬいぐるみのチャックのところからなんか紙がはみ出してるわけなんですよね。謎のメモがはみ出してるわけなんですよね。でそのメモを斗ーくんは見るわけなんですけどそのメモにはアクセラレーターくんの 進化実験の概要そのさっきお話ししたそのみかさみあのみこちゃんのみこちゃんを130人用意するかあのうんうんちゃんを130人用意するかそのクローン隊の,あのミカサちゃんを2万人殺すかしたらアクセラレーターは進化するであろうとだからその計画を実施するみたいなのをなんか学園都市の上層部がなんか練っている書類みたいなのを見つけてでなおかつもう一個地図が出てきたんですよねでそのの地図の なんからいされてるわけなんでですよねであのこのバツ印のある施設って最近ニュースで「金ジトロフィーの研究をしている何々研究所が破壊され,あの破壊されました」とか「なんかこの事業を撤退するっていうことを表明しました」みたいなのが気,あの気球の気球というか飛行船のニュースで報道されてたわけなんですよね。っていうところの点と点が頭膜の中でつながり始めてひょっとして。 みことちゃんはあのこのみかちゃんの残虐な実験を最近知ってそして反抗してるんじゃないかとみかさちゃんはそのなんかまあ上層部の学園都市の上層部のその計画を、まあ、盗み見てというかその書類メモとかを何か入手して計画の全容を知ってそしてそのみかちゃん自分のシスターズたちをあのに対して残虐なことをしている。 関係,関係している研究施設をしらみつぶしにあの消している最中なんじゃないのかとでつぶし終えた施設っていうのにこの地図でチェックをしているんじゃないのかとでちょうどニュースでそのなんか企業がとか研究施設が撤退みたいな風に言ってるのはみかさちゃんがみことちゃんがぶっ壊したからもう撤退せざるを得ないっていう風になってるんじゃないのかっていう風に思うわけなんですよね。であの、まあ、その予想は見事合っていてみことちゃんはちっちゃい頃もう幼稚園児ぐらいの頃に。 あの君のその超能力っていうのはレベル5の射出があると人類の発展につながるからっていうふうに言われて騙されて自分の髪の毛とか DNA 情報を提供したわけなんですよねでその DNA 情報をもとにシスターズたちミカサちゃんクローンを使われてそして残酷な使われ方というか使い捨ての消耗品としてその殺人実験にシスターズたちは使われてるわけなんですよねっていうことを最近ミコトちゃんは知って自分のせいで自分とそっくりなあの命があの、まあ、使い捨ての ととしてて殺されまくっいるとそれが耐えられないと私のせいで2万人の妹たちが殺されるのよとだから絶対に止めたいっていうことでその止める方法としてまあその警察とかマスコミとかに垂れ込みをしようとしても学園としての権力は凄まじいからもみ,かすもみ消されるわけなんですよねじゃあ研究施設を攻撃しようというふうに思ったとしてもその研究施設が連携している研究施設がたくさんあってとても手が足りないというふうになっていて。 でそんな自分が蒔いた種なんだから誰かに頼ることもできずに美琴ちゃんはずっと一人で戦っていたということが明らかになるわけなんですよね。でトーマくんはそれらを知って美琴ちゃんが今いないのはひょっとしてまた今夜も出かけて。 そのシスターズたちを守るためにどっか研究施設を襲撃しようとしてるんじゃないのかっていうふうに思ってトーマ君はみことちゃんの住んでいる女子寮から飛び出してみことちゃんを探しに街へ走り出すわけなんですよね。 で、あの、みことちゃんは電気を発する力を持ってるから、なんか風力、風力発電の前とかを通ったら、勝手にプロペラが勢いよく回るわけなんですよね。で、あの、この辺、今日は風が全然ないはずなのに、この辺に行ったらプロペラがゆっくり回ってる。こっちに行ったらプロペラが早く回ってる。ということは、早く回ってるということは、ついさっきまで、あの、みことがいたんだっていう風に、お、あの、とうまくんは見ことちゃんを追っかけるわけなんですよね。で、あの、今回の話、インデックスちゃん全然出てきません。<laughs> 今回は、 あの、みこちゃんがヒロインのお話なんですけど、で、なんか僕、てっきり、その毎回毎回、インデックスちゃんが、なんかメインヒロインで活躍するお話なのかなっていうふうに思ったんですけど、これまでのステイル君とかも全然出てこないし、あ、なんかそういう感じなんだなっていうふうに、あの、思ったんですけど、まあ、ここから先終盤戦というか、そのアクセラレーター君との死闘が繰り広げられるわけなんですよね。で、まあ、みことちゃんは自分のせいで、そのクローン2万人をアクセラレーター君に、 1>, 1日1回とかあの1日2回とか3回とかぶつけて合計2万回その殺人実験を完了させるとアクセルレーターがレベル6になるっていう風に予測が立てられてるわけなんですけどもうすでに1万人自分の分身が殺されてるわけなんですよね。で施設をいくつか潰したわけなんですけど研究者っていうのはやっぱマッドサイエンティストたちが多くて研究データを破壊される前に他の,あの研究施設とかに、まあ、電子データとかクラウド上とかに保存してるのかもしれないですけどすぐに他の施設に送られて。 そのまあ、なんか実験が終わわらないわけないけんですよねどっかその研究施設を潰しても別の研究施設が引き継いでまた殺人事件を繰り返すからみことちゃんはもう永遠となんかまあ空き時間に研究施設を潰してっていうことを繰り返しているけど全然報われないし自分のクローンがどんどん殺されていくしっていうふうにどんどん精神的にも肉体的にも追い詰められている状況ででただ止まるわけにはいかないわけなんですよ。この シスターズを救えるのはみことちゃん一人しかいないしあ,の、まあ辛く,く苦しい日々を乗り越えていたわけなんですけどただ斗真ーー君といた時っていうのはその強がらずに自然体でいられた唯一楽しい時間だったわけなんですよね。であの、まあ、やっぱりみことちゃんはま,まだただの中学生のどんな強い力を持っていてもただの女の子だからあの中学生の女の子だからそのどうしたらいいのっていうふうに道端で薄くまって泣いてしまうわけなんですよね。 で、そんな中、みことちゃんの前に、トーマくんが現れるわけなんですよ。で、トーマくんも、なんか、何でもっと話して早く話してくれなかったんだよとか言うけど、そあの無関係なあなたを巻き込めるわけ、巻,巻,き,こあの巻き込みたくないわっていうふうに巻あの、巻き込めるわけないじゃないっていうふうに言うわけなんですよね。で、あのタレコミに流してみるのはどうだって、そもそもクローンっていうのは国際法違反だろうっていうふうになるわけなんですけど、たださっきお話した通り、もうよっぽどあの日本とか、あの、 まあ、クローンを作れるだったりとかそしてそのレベル6の人間を作れるっていうふうになったらもう軍事力的にもとんでもないその日本はとんでもない地位に上り詰めることができるわけなんですよ核ミサイルを持つのと同じようなもんなんですよね。というふうになるからに日本国としてもそ,の、まあ、そんな研究のチャンスを棒に振りたくないわけなんですよね。だから国からも全面的なバックアップがされていてあの、まあ、世論的には世論的にはどうなのっていうふうに言われるとしても。 もっっっっとやれてていいいいいうに思っているる権,権力者たちはいっぱいいるわけなんですよねだからタレコミをしても無駄だっていうふうになるわけなんですよねでまみことちゃんがアクセラレーター君を倒そうとしても序盤でちらっとお話ししたように同じレベル5で,も5でも圧倒的に実力,者が実力差があってあの、まあ、勝てないわけなんですよねってなったらその地道に研究施設を潰して回ってるってわけなんですけどやっぱそれも限界があるってわけなんですよねでじゃあどうしたらいいのかっていうふうになった時に ちょっと、トーマくんは、あの、まあ、一個、明暗をひあの思いつくわけなんですよね。で、まあ、その研究の仮説っていうのは、クローン、ミカサちゃんの、あの、ミコトちゃんの、あのクローンのミカサちゃんを2万人殺すことなんですよね。しかで、ミコトちゃんが今考えていることは、自分の命を投げ出そうとしているわけなんですよ。っていうのも、ミコトちゃんが、その、なんか、スーパーコンピューターの計算の想定以下の強さ、 だった場合、そ,のそもそもあのクローンを2万人殺してもアクセラレーター君がレベル6に進化するための経験値が足りないんじゃないのかっていうふうに,っていうふうに計算を狂わせることができたら実験中止になるのではっていうふうに思ってミコトちゃんは自分のクローン1万人を守るためそのアクセラレーター君にボロ負けして死ぬ覚悟だったっていうことを打ち明けるわけなんですよね。で しかもただその計算が違ったとしてもまたもう一回計算スーパーコンピューターツリーダイアグラムが計算し直したら意味ないじゃんっていう話なんですけどなんか23週間ぐらい前にそのスーパーコンピューターのツリーダイアグラムがあの衛星なんですけどあの謎の光によって地上からの光によって破壊されてるんですよね。それは小説第一巻ののイインンデデッッククススちちゃゃんん中に呪いいとうか を守るための自動防護システムとトーマー君が戦った時に、その自動防護システムがなんかあの超高密度のレーザーをビューっていう風にトーマー君に出した時に、あのなんかたまたま釣りダイアグラムをぶっ壊したらしいんですよね。あの天空の衛星をぶっ壊したらしいんですけど、でその衛星ぶっ壊れてるから、そのスーパーコンピューターぶっ壊れてるから、あの予測データの再検証ができない今がチャンスなわけなんですよね。だからあのミコトちゃんはその今のうちに自分の実力は想定以下ですっていう風にあの 国の上層部とか学園としての上層部に思わせて、あの、シスターを守ろう、守ろうと、あの、自分の妹たちを守ろうとしていたってわけなんですよね。で、トーマくんは、お前別に命投げ出さなくてもいいよと。例えば、例えばというか、一個明暗があると。レベル0の俺が、超能力のセンスだろっていうふうに言われてる俺が、学園最強のレベル5のアクセラレーターを倒したら、そもそもアクセラレーター、 はレベル6になり得ないんじゃないかそもそも役不足なんじゃないのかっていうふうになるだろうって上層部たちは判断するだろうってあの、まあ、レ,ベルレベル0に負けるぐらいの座高を鍛えたところでレベル6にならねえだろうっていうふうに思わせたらいいだろうだから俺がぶっ飛ばしてきてやるよとでお前が来んなよとお前が手伝ったらレベル5の手伝いがあったからあのレベル0が勝てたっていうふうになったらこの実験は終わらないかもしれないだからお前の力を借りずに 俺がアクセラレータータを倒し,倒しに行くっていうことをしたらあのお前もお前の妹たちも全部守れるじゃんっていうふうにトーマくん言うわけなんですよねで美琴ちゃんはなんであなたがあんたがそんな体張らなきゃいけないのよっていうふうにトーマくんが死ぬかもしれないというか死ぬ確率が非常に高いわけなんですよねだからもちろん拒否するわけなんですよでど,あのどうしても私を止めたいなら私と戦えっていうふうに言うわけなんですけどトーマくんはいや戦わないっていうふうに決して らなないわけなんですよねでことちゃんがあなたは先へは行かせないわっていうふうにあの嫌だったらあの戦えっていうふうにその、まあ、雷撃をトウマくにぶちかますわけなんですよねただトウマくは今までその自分のイマジンブレイカー能力を無効化する右手でどんな雷撃も防いできたから美ことちゃんはまあトウマくは攻撃よけるもしくは無効化するっていうふうに思ってたけどトウマくは真正面から雷食らうわけなんですよねバシバシってなんで防がないのよっていうふうになるわけなんですけどただトウマくは。 死んんででなないわけなんですよね普通だったら凡人が死ぬ量の雷撃を浴びてるわけなんですけどあの「見事お前力セーブしてるだろ無意識に」ってやっぱりお前はあの本当は優しい人間なんだ優しい子なんだとだから俺が死なないように無意識で力をセーブしてああの雷当ててくれたじゃないかとあのそんな優しい子が無理する必要ねえよと俺に任せろっていうふうに言うわけなんですよねだからそのアクセラレータータと あの妹のミカサちゃんが今日戦う場所がどこなのかお前には目星がついてるんだろう教えてくれっていうふうに来月食らってボロボロなわけなんですけどトー真ー君はあの向かうわけなんですよねでまあミカサちゃんはその場所を教えた後なんでなのよっていうふうに泣き崩れるわけなんですけどその一方でまたあの場面が変わってミカサちゃんの妹のあの一人のミカサちゃんは。 あの、アクセラレーターと人気のない操作場。あの、なんか、操作場ってどんなところかって言ったら、列車とかがメンテナンスするための場所なんですよね。あの、鬼滅の刃の無限列車編の、あの、映画じゃないやつの第0話で煉獄さんが、なんか、あの、足の速い鬼と戦った場所覚えてますかあんな感じの場所なんですけど、そこでアクセラレーターと、あの、それでは今回の、第,第1万何回目の、 あの殺人実験を開始しますみたいなふうにアナウンスがされてあのミカサちゃんはアクセラレーター君に攻撃をかますわけなんですよねでまああのなんかもう1万回もやったからよワンパターンなんだわ退屈なんだわっていうふうに言うわけなんですよねでもうお前はた楽しませてくれんのかよみたいなふうにアクセラレーター君はミカサちゃんにあの攻撃をするわけなんですけどでもちろんミカサちゃんは反撃するわけなんですよね ただ普通に反撃して電撃を当てたところでアクセラレーター君に跳ね返されるわけなんですよねでアクセラレーター君の周りにミヤさちゃんの電撃をバチバチバチっていう風に発生させてぜあのなんかもう10万ボルトを発生させてるけど周りに当てないわけあの直接当てないわけなんですよねであのアクセラレーター君ははなんだ当てる気がねえのかやる気がねえのかなんだよお前つまんねえなさっさと死んじまえよみたいな風になるわけなんですよねけど まあ、あのミカセちゃんその電気を発生させながら逃げに徹するわけなんですよねでそんな時にアクセラレーター君はなんはか意識を朦朧とし始めるわけなんですよねなんか酸素少ねえかって息苦しくねえかってであの電気をずっと発生させるっていうことは急激にその周辺の空気で化学反応を促進させてすみません僕化学にあんま化、まあ、学に疎いんですけどなんか電気で酸素を分解させてオ,ドオゾンにすることによって O2 じゃなくて O3 にすることによって まあ、酸素がない状態酸欠状態にアクセラレーターくんの周りをするわけなんですよねアクセラレーターくんはあくまでなんかあのエネルギーだったり熱だったり雷だったりとかって来たものを方向を変えることができるっていう能力を持ってるわけなんですけど彼も人間だからもちろんご飯食べたいとか息を吸わなきゃ生きてられないわけなんですよねでミカサちゃんは今度頭をひねってその直接攻撃じゃなくて酸欠状態によって殺そうっていうふうにアクセラレーターくんを倒そうっていうふうに思ったわけなんですよね で、アクセラレータくんは「よいいね全言撤回だお前最高だよ!」っていう風になるわけなんですよね。なでただお前のそのいい作戦は一つだけ欠点がある俺がお前に追いついちまったらその作戦前提が崩れるよなっていう風に言ってアクセラレータくんはその来る攻撃のベクトルを変えることもできるし自分の速度を上げることもできるわけなんですよねだからものすごい超高速でミカサちゃんに迫って一瞬で距離を詰めてボコボコにするわけなんですよね。 であのまあ三かさちゃんがもうここまでかなっていうふうになった時にその操作上のドアをバンっていうふうに開けてトーく君がやってくるわけなんですよねあなんだ一般人が来ちゃダメだろうっていうふうにアクセルレ,レーター君がなんかあの無線かなんかに行っておいこの場合、うん、あ上層部のやつが見てるかこの場合実験は中止なのかそれともあいつやっていいのかみたいなふうになるわけなんですよねまあ来たやつが悪いからやっていいよなっていうふうになるわけなんですよね でまあ、しかもトーマくんがあの「お前の相,相手はその子じゃなくて俺だ」みたいなふうに挑発してくるわけなんですよねっていうのもあって、まあ、そんなこと言ってるからあの殺してもいいよなよし決めた殺すっていうふうにやってくるわけなんですよねでミカサちゃんはトーマくんが理解できないわけなんですよねあ,のあなたはなぜそんなことをするのと私たちは量産品のモルモットなのとそして、まあ、その機械とか材料とか18万円あれば私たちは製造できる。 程度の命なの、のにもかかわらず、まあ私たちは2万人いて、まあ1万人減ったけど、あの、所詮量産品なのにあなたはその唯一の命をなぜここで散らそうとするのっていうふうに、東間くんに言うわけなんですよね。で、東間くんは、うるせえなお前は、せ、お前は世界でたった一人しかいないだろうがっていうふうに言うわけなんですよね。で、なんか、あの、エヴァンゲリオンのアヤネミレイちゃんに対して、シンくんが言ったのとなんか似たような感じだなっていうふうに思ったんですけど、あの、なんか、 りーちゃんもなんか23人いたんだっけけどあの僕はその1人目のナミが好きなんだみたいなふうになんか言ったようなセリフがあったような気がするんですけどそんな感じですねそんな感じなんですけどトーマくんの気持ちとしてはでまあそんなあの、まあ、ラブコメはさておき戦闘は始まるわけなんですよねでアクセラレーターくんの能力の真髄っていうのは そのカウンターだけけじゃゃゃなななくくて自分から攻めめることもめちゃくちゃ得意なわけなんですよねだって方向を変えることができるんだから反射だけじゃなくて自分を加速させることもできるし自分以外のものも加速させることができるんですよ具体的に何するかっていうとアクセラレーター君が新脚というか地面にバンっていうふうに踏んだらその地面を踏んだらそのまあ操車場というか砂利がたくさん置いてあるわけなんですけどその砂利が銃弾みたいにピューンっていうふうにものすごい速度で,ということでその周りにまき散らされるわけなんですよね。 操車、操車場だから、そ列車とか、そして列車が、あの、移動するはず、あの、まあ、列車が通るはずのレールとかもその辺にいっぱいあるわけなんですよね。で、レールの上をバーンっていう風に踏んだら、あの、レールが、そうもう鉄の塊で何百キロとかあるのに、グイーンっていう風に上に、まあ、ポンっていう風に上がって、で、それをアクセラレーター君がバーンっていう風に、トーマー君にぶん投げてくるわけなんですよね。で、もちろん当たったら即死っすよ。 即死というかそんな鉄球がてあのてあの鉄の長い塊が飛んできて当たったらもうあの上半身と下半身真っ二つになりますよみたいな感じなんですけど、まあ、そういう鋼鉄のレールとか砲弾のようにトーマくに飛んでいくわけなんですよねでトーマくの能力っていうのはあの右手っていうのはどんな能力が無効化できたとしても物理攻撃とか世の中に存在するものとか止められないわけなんですよねでなんかあの「ブラック・クローバー」っていうあのジャンプで連載していた漫画あるんですけど それでも言霊魔法っていうふうに自分で喋った内容を現実に具現化させる悪魔と主人公のアスタくんが戦うところがあってアスタくんはあのどんな魔法も無効化する剣をあのまあ持ち前の身体能力であのまあ扱うっていう子だったんですけど能力,をも能力というか戦闘スタイルなんですけどその言霊魔法で黒金の槍って現実にそのなんか鉄の槍を大量生成してそのなんかアスタくんに攻撃を あの向けてきた時は現実にあの、まあ、物理現象としての,あの鉄を高速,高速発射させてくるからアスタくんの,あの無効化の剣で無効化できなくて普通に剣で弾くしかなくて物量で負けそうになったっていうようなシーンとかがあるんですけどそんな感じで斗マくんもあとあれか僕のヒーローアカデミアでも相澤翔太先生その見ただけで相手の個性を消すっていうめちゃくちゃ強い能力あるけど。 相手の個性を消したとしても相手の身体能力とかそのままだからその、まあ、あのオールマイト並みのパワーを持ったノームに対して僕を誤認されたみたいなこととかありましたよねみたいなふうに能力を消したとしてももともとのスペックで負けてたらとかあの物理現象とかを使われたらあの無防備なただの一般人なわけなんですよね。ということでトーマ君はその大量の銃弾とかあの鉄塔とかあの鋼鉄のレールとか。 に対して無力ななわけなんですよねもう逃げに徹するしかなないわけなんですよねで逃げるとしてももちろんノーダメージで逃げれるわけなくて生身の人間がそんな超遠距離攻撃を無限にいろんな方向から浴び続けてたらあのもうどんどんボロボロになっていくわけなんですよねであの、まあ、上下左右からその必殺の遠距離攻撃が絶え間なく降り注いでくるわけなんですよその、まあ、目の前からに飛んできたその砂利だったりとか鋼鉄のレールを避けたと思ったら後ろから その鋼鉄のネイルをボーンっていう風になんか迫撃砲みたいに落下させてきて後ろからその銃弾の雨あられが背中に飛んできたりとかするわけなんですよねでしかもアクセラレーター君は自分を加速させて3 0メートルぐらいあった距離を一瞬で詰めることができるわけなんですよねでしかもアクセラレーター君はそは相手の体に触れたらとか相手の体内に指を突っ込んだら相手の血液を逆向きに移動させてそのまあ物語の序盤であったみたいにミカサちゃんを体の内部から破壊したみたいに まあ回避不可能な一撃というか <laughs> 必殺の攻撃が多すぎるわけなんですよねで。自分も超高速で動けるしっていうのがあっていやーこれちょっとトーマ君いくら右腕に頼るとしても自然光星を使ったとしても勝てないでしょうというふうに思うわけなんですけど。でまあ、アクセラレー,ダー君は その足元にあった鋼鉄のレールをアッパーカットみたいにあの、まあ、ブンっていう風に上に上げて當真君の顎にバーンっていう風にヒットさせるわけなんですよねもうあにヒットというかもうそれ首から上飛んでいくんじゃないのかっていう風に僕ちょっと思っちゃったんですけど、まあ、トーマ君意識飛びそうにななるわけなんですよねでしかもまあ操車場っていうのもあって大量のコンテナそのなんかいろんな貨物とかをあのあの保管するようなコンテナ船に乗せるやつとかありますよねの山を崩して當真君をき生き埋めにしようとするわけなんですよね。で まあトーマ君はその相手の攻撃を利用して相手の攻撃の爆風でなんとかそのコンテナの山から抜け出すわけなんですけどそのコンテナの山があのまあ壊れて中から大量の小麦が出てくるわけなんですよね小麦がぶわっていうふうに広がってで「小麦かさっさと逃げないとまずいぞ」っていうふうにアクセラレーター君が言ってトーマ君が急いで走り出したんですけど時すでに遅しであの粉塵爆発っていうまあその粉は一瞬で炎が広がるわけなんですよね。 アクセラレーターくんが炎を起こして、まあ、炎を起こす手段なんて火花を発生させる手段なんて彼の能力だったらいくらでもあると思うんですけど超加速させた石と石をぶつけたら火花が発生しますよねみたいな感じで粉塵爆発もう、まあ、その辺がブワーっていう風に燃え上がるわけなんですよねでアクセラレーターくんはどんな熱も反射することができるし自分の体に効かないようにできるから彼はノーダメージでトーくんは爆風と爆炎でどんどん傷ついていくわけなんですよねでまああの、まあ、よくやった方だよお前 ただもういい死ねっていうふうにアクセラレータくーんが超高速で迫ってなんかあのワンピースの CP9 の技みたいなあのロブルッチの技の十指眼みたいな感じで右手を上に左手を下にしてあのなんか斗真くんに迫るわけなんですよね。で斗真くんは玉砕覚悟で右ストレートをあの放ったらたまたまアクセラレーターくんの顔面に当たってアクセラレーターくんぶっ飛んだわけなんですよね。で彼は「あなんだ?」っていうふうに。 お前俺に一撃当てたな当てたな,当てたな面白いなっていうふうになるわけなんですよね。でまああの体格的には若干トーマ君の方が身長高いその右手のリーチが長いっていうのがあって先に攻撃が当たったけどその時にトーマ君は一筋の光明を見いだすわけなんですよね。っていうかそれまでは勝ち筋が一切ない状況であの彼に挑んだのかって話なんですけど、まあ、アクセラレーター君は能力がめちゃくちゃ最強だからこれまでそのまともに そのなんか拮抗した勝負をしたことがないわけなんですよねどんな攻撃が来ても避ける必要がないからそのなんか動体視力を養ったりとかその相手の攻撃を避けようっていう意識がないわけなんですよねだから自分の能力にとかあの駆け引きとかもいらないわけなんですよとりあえず相手の攻撃効か,効かないし距離を詰めて相手を触ればもう相手即死だし別に距離詰めなくても遠距離攻撃をバンバンに立ったら勝つんですよねっていうのがあって彼は 自分の最強の能力にあぐらをかいていてその近接戦闘とか格闘術とかを、ま、全く学んでないわけなんですよね。であのどうやらアクセラレーター君喧嘩弱いみたいなんですよ。まあ確かに体格だけで見たらひょろっとしてるわけなんですけど肌も白いしね。であのトマ君はつまり能力もこの右手で接近戦に持ち込めば勝機はあるんじゃないのかというふうに思うわけなんですよね。ということで最強の能力者は最弱の無能力者によって窮地に立たされるわけなんですよね。で あのまあ、もちろんトーく君が特別喧嘩強いわけでもなくて2対1なら負けるし3対1なら絶対逃げ出すわけなんですけどとはいえ1対1の喧嘩とかもあの今まで散々してきたからそのけん喧嘩を一切したことがない相手に対してはなんかどこが隙ありなのかとか分かるわけなんですよねだからアクセラレーター君の攻撃を受けてそのひたすらその右手をぶちかますわけなんですよね右手だったら相手の加速能力とかもし仮に一瞬触れた時とかも食らわないからカウントを食らわないから。 右手をぶちかか、ますわけなんですよね。とか別にあの左手でジャブをかましてもそれも当たるわけなんですよねでいけるぞっていうふうになるわけなんですけどただ無風だったはずなので風が吹き始めるわけなんですよねでアクセラレーター君は「もういいお前死ね」っていうふうに言ってその風をその自分の能力でベク,トルベクトルを操って圧縮し始めるわけなんですよねで風の向きを操って風を圧縮することによって空気がめちゃくちゃ膨張して 熱がこもり始めるわけなんですよねでこもり始めた熱が雷というかプラズマを発生させるわけなんですよねで、まあ、要するに超高密度なエネルギーを斗マ君にぶちかまして無効化とか関係ないように消し積みにしようとしてるわけなんですよねであの、まあ、しかも空気砲を作って、まあ、その空気を集めてその爆風で斗マ君をぶっ飛ばしてバーンっていうふうにコンテナの山に突っ込ませるわけなんですよねでもういいよ死ねよっていうふうに何回言うねんて話しんですけどもう。 とを完全に刺そうとしてるわけなんですよねもうだいぶ腹が立ってるわけなんですよねアクセラレーター君は。でみことちゃんが「あのまあ、お前を見とけ」っていう風にトウマくんに言われてとか「絶対に手出すないよ」と「お前が手出してそれで俺が勝ったらそのレベル5の助力ありであのアクセラレーターにあの勝ったっていう風になって実験は継続してしまうから」っていう風に言われていたけどトウマー君を守るためにやっぱ自分と自分のシスターズたちを守るために。 見見ず知らずの少年が命をを投げ出すすところを見事ちゃんんたくなないわけなんですよねだから当初の作戦通りトーマ真君がアクセラレーターを倒せないっていうふうに判断して私がアクセラレーターに挑んで負けてその計画を誤破産にしようっていうふうに思うわけなんですよねで死ぬ覚悟で割って入るわけなんですけどでアクセラレーター君は空気を圧縮してそのプラズマを作るわけなんですよねで見事ちゃんはあのそのもちろん電撃を放ったところで反射して死ぬしこのまま かといっっててプラズマを食らっても死ぬわけなんですよねじゃあどうしたらいいのかっていうとみことさんも電撃を応用して空気やプラズマを多少分解するわけなんですよねまあただでその量といってもできるといってもスズめの涙程度しか相手の 阻害でできなないわけなんですよねプラズマをまた空気の塊に戻したとしてもアクセラレーターかまた能力を使ってその空気の塊を熱してまたプラズマに再変換するだけなんですよねだからまあたらもうそれで終わわりなわけなけんですよねただみことちゃんは私の力を使わなきゃいいのよねとでこの学園都市内には風力発生のプロペラが大量にあるとそして私のシスターズ1万人たちがそのまあ そのアクセラレーターはこの学園都市内の風を集めてこのプラズマを発生させているとただ乱気流を発生させたらあの彼が予測できないような風を生んでその空気のベクトルを操作する能力をのコントロールを乱してプラズマを発生させないようにしたらそしてミコトが私が干渉しなければあ私が干渉せずにその風を起こす方法はっていうふうに思ったらその死にかけのミカサちゃんを起こして。 あなたの通信を使って他のシスターズたちにも呼びかけてとあなたがあのトーマンを救うことができる唯一の人間なのよっていうふうに言うわけなんですよねで1万人のシスターズたちミカサちゃんたちの同時に使ってあの、まあ、学園都市内の風力発電のプロペラを回して乱気量を発生させてでアクセラレータくんはプラズマを作ってエネルギー弾をあのトーマンくんたちに浴びせようとしてたけどなんかそのプラズマがどんどん分解されていくわけなんですよねなんだ 俺の予想できない風が発生してあのまあそこでやっとミカサちゃんたちに気づくわけなんですよね「てめえらなんかしやがったな」って空気発生させてやがるなって「てめえらから先に殺してやるよ」っていうふうになるわけなんですけどそのアクセラレータくんの背後で誰かが立ち上がる音が聞こえるわけなんですよねでアクセラレータくんはもうトラウマになってるわけなんですよ「嘘だろ普通なら死んでるぞ」「何回攻撃を食らわせたと思ってるんだ」っていうふうに思いながら後ろを振り返ると「 トーマ君が満身創痍の状態で立っていていこれで終わりだっていうふうにアクセラレーターくんの,の顔面をバーンっていうふうにトーマくんがぶん殴って見事撃沈してトーマくんの勝利になったわけなんですよね。でトーマくんは,はもう毎回この「ドラえもんのオチ」みたいな感じでコチカメのオチでその「両ツアはどこだ?」みたいにな,なってるのと同じでトーマくん小説のどの話でも毎回終盤で病院で目を覚ますんですよね。で 目を覚ましてそのミカサちゃんがやって起きたっていうふうにミカサちゃんとミコトちゃんがお見舞いに来てくれてるわけなんですけどでその後のエピローグみたいなの話してくれるわけなんですよねあのあとどうなったのかってでアクセラレーターが、まあ、最弱のレベル0のトーマークに負けたことでもう計画はご破産というかおじゃいになったわけなんですよねでそのミカサちゃんシスターズたちはもうそのなんか殺人実験に使われることなくなってあなたのおかげで。 そのミカサちゃんたちの命が救われたのよとありがとうっていうふうに2人に言われるわけなんですよねでその後病室にインデックスちゃんがやってきてあのボロボロなトーマくを見て泣きつくわけなんですよねとまあ心配したよってどこ行ってたのって少しは頼ってよっていうふうに言われるわけなんですよねでコメンっていうふうに言いながらもまあトーマくんが頑張ったおかげでまあ、あのいろんな女の子たちの命を守れたとそしてあのこれまでは 1> その第1巻の小説だとインデックスちゃん少女1人を救えましたと第2巻だと愛沙ちゃんあの巫女の愛沙ちゃんを守りましたとで第3巻だと巫女ちゃんとあの1万人の三笠ちゃんいや1万一万一、まあ、万人の少女を救いましたと急に3巻になって救った数が違うって感じなんですけど何にせよトーマ君頑張りましたねというところで,そうで小説の第3巻が終わったわけなんですよねいやーいやーちょっとなんかすごいっすよねなんか。 そんな最強の能力その五条悟さんに並ぶんじゃないかっていうぐらいの強い能力に対してよくここまで戦ったなっていうふうに思いましたねそしてなんか、まあ、このエピソード見てたらそれは確かに美琴ちゃんがとある科学のレールガンっていうなんかスピンオフの主人公になるわっていうようなっていうふうに思いましたでなんか僕全然話知らない状況であのレールガンのなんか続編みたいなのが2020年とかにアニメ化してましたよねで、それをちょこっと見て、なんか、 美琴ちゃんとそっくりな女の子がたくさん出てきてるのとかあのなんか全然理解ができなくて「なんじゃこら」っていう風に思って読みのいやアニメ見るのやめたんですけどあそのシスターズたちって何であんなにたくさんいるのかっていう風になったら「ミコトちゃんのクローンだったんだ」っていう風に今更になってちょっと理解が追いついたのとかもあってねなんかあの、まあ、より一層深く楽しめたなっていう風に僕個人としては思ってますっていう風にめちゃくちゃ面白いんで今後も「とわる魔術のインデックス」 あの別の続編とかを読んだらまたマインドマップにまとめてお話ししていきたいなというふうに思います。でまあもうすでにアニメ見ている方々とか小説読んだ方々もどのキャラが好きとかどのシーンが好きとかあの実は自分はアクセラレーター好きっすみたいなこととかあのぜひコメント欄とかで皆さんのご感想をお待ちしておりますということをあの聞きたいですということをお伝えしたかったです。ということで今回は、えー、と,とある魔女のインデックス第3巻紹介しました。バイバイ